それぞれに分かれ、ゴッドウォーリアたちを迎え撃ちながら進む聖夜たち。シュンもまた雪に埋もれた廃墟を通り抜け、ワルハラ宮を目指していたが、どこからともなく流れてきた盾ごとの音色に足を止めるのだった。なんて美しい曲なんだ。美しく、それでいて悲しい。誰かいるんだろうか。でも僕のチェーンはまるで動かない。私の曲が気に入ってくれたようだね、アンドロメダ。あなたは？エータ星ベネトナーシュのミーメ。この曲は君のためのレクイエム、いわば死の序曲というわけだ。ベネトナーシュのミーメ。私には君の心が手に取るようにわかる。君は戦いを好む男ではないらしい。だが一つだけ忠告してあげよう。その優しさが今に必ず自らの墓穴を掘ることになると。残念だけど、僕にはアテナを救い、この地上を守るという役目がある。その目的を果たすまで死ぬわけにはいかない。もしあなたが邪魔をするというなら、戦うまでだ。ネビュラチェーン！僕のチェーンが戸惑っている。そんなはずは。気がつかないのか、アンドロメダ。君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し、強力な武器となる。だが必ずしも相手が殺気をみなぎらせているとは限らない。このミーメのように。どうしてもというなら仕方がない。行くよ。私には君の心が手に取るようにわかる。ファイト！ストリンガー！本当だ！ミーメン、そんなこと二重のない。そのどころか深い悲しみに満ちたコスモスを感じる。所詮君にはこの私は倒せない。君のチェーンが示す君自身が戦いに向いていないのだ。アンドロメダ、この地上はそれほどまでして守るに対しても、君の考えている邪悪や戦いのない平和な世界が本当に来ると信じているのか。この人はやはり違う。今まで戦ってきた相手とは全く違う。まるで僕の心の中を見透かされているようだ。無駄だよ、許さない。なぜこれほどまでに強力な剣を放つ2名に殺気を感じないんだ。まさか盾元の調べで僕の神経を幻惑し、自らの殺意も消してしまっているのだ。よくぞ見破った。だがそれだけじゃない。チェーンが反応しないのは盾元の幻覚だけが理由じゃない。ミーメ、あなたはなぜ戦うんだ。あなたも本当は僕と同じように戦いを望んでいないんじゃないのか。何よバカな。君がそこまで傷ついたのは一体誰のせいだと言うのか。君が本当に敵を憎まずして倒せるとでも思っているのか。甘いぞ。そんなことが可能なのは実力に寸断の差がある場合だけなのに。黙れ。必ずあなたを捕らえてみせる。無限チェーンよ、ネビラチェーン。私の全力を持って君を葬ってやる。君はもう逃げられない。沙織さん、シリュウ、トリンガー、キョウヤ、なぜ、トリンガー、なぜ誰も答えてくれない。僕たちの戦いは一体。リノ、リナ、僕の力だけではここまで来れなかった。ミーメ、あなたは心の底では人を傷つけたりしたくない。戦いを望んでなんかいないんじゃないか。ただあなた自身気づいていないだけかもしれない。言い残すことはそれだけか。ならばこれで終わりだ。さらばだ、アンドロメダ。誰だ。フェニックス一騎。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。ミー、シュンの言った通り、お前の剣は何か違う。剣そのものは強力な殺人剣であって、なぜかお前のコスモの底から殺気を感じない。
私から殺気を感じないだと？私は自らの剣によって我が父を殺した男なのだぞ。なんだと？私の父フォルケルはアスガルド一の勇者と称えられていた。だが私は幼い頃より一度も愛情を受けたことはなく、それどころか厳しい訓練で日々責められ孤独だけが友だった。だが私はある日知ってしまったのだ。かつてアスガルドが隣国との戦いに巻き込まれた時、フォルケルがある戦士と戦い、傷ついた夫をかばおうとした妻をも情け容赦なく殺してしまったことを、このミーメの実の父と母を、フォルケルを殺しても私の憎しみは消えることはなかった。ますます燃えたぎる憎悪を自らの剣に託し、戦いのみに生きてきたのだ。それでも君は私から殺気を感じないというのか、フェニックス。似ているな、昔の俺に。何？俺もかつて全てに憎悪の炎を燃やし、この剣をアテナにすら向けたことがあった。だがその時は俺自身にも分からなかったが、心の底では何かに飢えていた。何かを愛し信じたいと願っていたのだ。今のお前のようにな。ふん、弱いことを。お前はそれを認めたくないだけなのだ。それ以上喋るな。この線を越えると死ぬ。私には君の心が手に取るようにわかる。ファイト。君はもう逃げられない。初めてお前と殺気を感じた。それほどまでにこの俺が憎い。万が一この俺を倒したところでその憎しみが消えるわけではない。ミーメ、お前自身が一番よくわかっているはずだ。お前が本当に憎んでいるのはこの俺で、まして父フォルケルでもない。愛する父を殺してしまった自分自身なのだ。黙れ、勝手な想像をやめろ。潔く自らの罪を認め、あの世の父に詫びよう。そして祖国アスガルドを救うためにこそ戦え。それがお前の父フォルケルの望みではなかったのか。黙れ、黙れと言っているのが聞こえないのか。フェニックス、君という男のどこにそんな力が。いかにお前が殺気に満ち溢れよう、必ずしもコスモが高まったことにはならん。まして自らの心を偽ろうとする卑怯者の剣なので、このフェニックスは挑戦。お前の全神経をズタズタにしてやる。君はもう逃げられない。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。フェニックス幻魔剣。なるほど、これが幻魔剣か。私の盾ごとの調べと同じく幻覚作用を持つわけだな。だが私はこんなものにごまかされはしない。一つだけ言っておくに、それは幻覚などではない。お前の心の底に眠る確かな記憶だ。何？ではフォルケルは父や母を見逃そうとして父に襲われ、やむなく殺すしかなかったというのか。嘘だ、やめろ、やめろ。バカな、こんなことが万一本当だとしたら、私は今まで一体私としたことは。お前は愛する父を自分の手で殺した罪を恐れるあまり、父を憎もうとしているのに過ぎないのだ。だがお前は心の底で今でも父を慕い愛しているのだ。
としてホルケルはこのミーメがゴッドウォリアとしての宿命を持っていたことを悟っていたのか。そのためにあのような厳しい訓練を私に、この私に愛する祖国アスガルドを託して。ならばフェニックスよ、君の言うことが本当かどうか確かめてみたくなった。ミーメから殺気が消えた。でも前よりもさらに強大なコスモを感じる。憎悪は失せて、代わりに凄まじい気迫と闘志に満ち溢れている。よかろう、来い、メイメよ、チェーッ。父さん、ミーメは間もなくあなたのそばに行きます。私はゴッドウォリアとしてあなたの意志を継ぐことはできませんでした。しかしこのフェニックスたちが必ずアスガルドを、この地上を守ってくれるでしょう。頼んだぞフェニックス、そしてアンドロメダ。オーディン・サファイア。シュッ、聖夜たちが待っているはずだ。俺に構わず先へ進め。でも行くんだシュン。12級の時にも約束したはずだぞ。何が起ころうと俺たちは決して後ろは振り返らんぞと。うん。仲間たちと別れ、ワルハラ級を目指すセイントたち。不気味な森を通りかかった聖夜はマリンのコスモを感じ取る。マリンを探して森をさまよう聖夜の前に現れたのは、アスガルド一の頭脳と謳われたゴッドウォーリア、デルタ星メムレスのアルベリッヒだった。アルベリッヒ、マリンさんをどこにやった？マリン、さっき俺が片付けた女のことか。なんだって？あれを見ろ、セイラ。マリンさん、アルベリヒ、貴様。我々のことを嗅ぎ回っていたようだが、無駄だったな。あの紫水晶は人間の精気を吸い取る魔力を持っているのだ。マリンがいつまで耐えられるか、それが見ものだな。マリンさん、必ず助け出すからね。しばらくの辛抱だよ。行くぞアルベリヒ。一つ教えておいてやろう。俺が死んだらマリンは死ぬまであそこから出られないぞ。何？マリンを助けたかったら俺にひざまずき従うことを誓え。お前が持っているトールのオーディン・サファイアを渡すのだ。今こそ燃え上がれ、俺のコスモよ。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。さあ早くしろ。マリアは大丈夫だ、構わない。まだまだ。やっマリスは、くそ。アメジストシールド。ペガサローリングス。おのれ、五体が石にでもなったようだ。マリンよ、スタンドこのくらいとしても無駄なことだ。その中では自分の意志で死ぬことができない。生徒を全部吸い取られるまでな。マリンさん、生徒、私はペガサローリングス、俺にはできない。マリンさん、目指しで吸い取る。マリン、俺の恩人であり師匠、かけがえのないプランだ。だが俺のアキラの戦意から沙織さんを守った。自
地上に迫った危機を回避しなければ。オーディン・サファイアを渡して俺に服従するなら、マリンをあの中から出してやってもいいんだぞ。力手を出せろ。俺はゴッドウォーリアだ。その名にかけても嘘は言えない。早くしろ。マリンが骸骨になっても構わないのか。俺の辞書に死ぬなんて文字はない。あるのはただ勝利だ。勝つためには手段は選ばん。まだまだ。そのままおとなしくしているんだぞ。ペガサス、ヘズレヘゴウィナー。俺のコスモの方が少し上だったようだな。さあ、いい加減に観念して、オーディン・サファイアを渡せ。マリンが死んでもいいのか。俺はアテナを守るセイントだ。マリンさん、マリンさんなら分かってくれるよね。ほう、アテナのセイントは味方を見殺しにするのか。黙れ。お前こそ命が惜しかったらマリンさんをあそこから出せ。己の愚かさを呪うんだな。お前が素直に従わないから見てみろ。マリンが正気を吸い取られ始めたぞ。マリンさん、アメジストシールド、アルベリッヒ。せいや、そこで正気をたっぷり吸い取られて骸骨になるがいい。ヒルダ様はニーベルンゲンリングをはめられたことで世界を支配するだけの最高の力を得た。だがオーディン・サファイアを7つ集めれば、邪悪と化したヒルダ様さえ抹殺できる。バルムングの剣を手に入れられるのだ。バルムングの剣の力でこのアルベレッヒ様が世界に君臨するのだ。マリンさん、セイヤ、キグナスの氷河か。ようこそセイントの墓場に。俺が死んだらあの二人はドクロになるまで、あの紫水晶の中から永久に出られないのだが。なんだと。俺の力によってしか二人をあそこから出すことはできない。氷河、君はどう出る。男の勝負に言葉は不要。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前を倒した。最初にあの人で死亡しないというのか。この俺にハーゲンのオーディン・サファイアを差し出して服従を誓うなら出してやってもいい。何、バカなことを言うな。ダイヤモンドダスト。いいのか。おのれ、お前は友を殺そうとしているのだぞ。仲間を殺しにするのならかかってこい、氷河。どうや。足りそう。お前には俺を殺せない。そのオブラとコスモではな。おのれ、ダイヤモンドガスト。やつはオーディン・サファイアを手に入れなければ俺たちに与えられた時間は容赦に過ぎている。始まるよ。この苦しみはますます激しくなっている。ダイヤモンドダスト。ダーク降りつけ。おのれ、ちょんちょん、うわどれ。ダイヤモンドダスト。ダイヤモンドダストみんな、クールに徹して敵を撃つ。氷河よ、
我がアルベリヒ家に代々伝わる脅威の技でお前を葬ってやる。ネイチャーユニティ。なんだこれは。バカな。キグナスのセインと氷河よ、よく立ち上がった。だがこれで終わりだ。アメジストシールド。シリュウ。氷河、あとは俺に任せろ。お前がシリュウか。五老法の老子の弟子の。どうしてそれを。私の六代前の先祖アルベリッヒ十三世の回顧録によれば、お前の師である老子とアルベリッヒ十三世がその昔相対したことがあるのだ。そういえば老子はそのようなこと。その時は惜しくも敗れたというが、今日はこの俺が勝利を収めてやる。それはどうかな。この死竜、全力でお前を倒す。愚か者め、生きて帰れると思うなよ。はいと。お前もオーディンサファイアを持っておく。この一撃で決める。それを渡してもらおう。確かに。己、フェンリルのオーディンサファイアを持っている。ためには手段は選ばない。ラジナを守る国は大切なものだ。断じてお前に渡すわけにはいかない。己、オーディンサファイア、何つともこのアルベリヒさんをいただく。何と、ハーリー、レイリー、そして私。これで私が四つ手に入れることができるわけだ。大自然の精霊たちよ、シリュウをたっぷりと可愛がってやるがいい。なんという技だ。まるで、アルベリヒの味方をしているようだ。このままで、そうだ。己、おざん、昇竜。大自然の木と一体になれば、己、何者も恐れるに。シリュウの気配を聞いた。アルベリヒ家の歴史、新たな記録を持つこの俺が、アテナのソニーとの皆殺しにした。燃えろ、昇竜の如く。ローディンサファイアを出すがいい。楽にしてやるぞ。誰がお前などに。ネイユニティ。ネイチャーユニティ。おのれ、どうや。みんな、この最強の剣と盾の前に敵はない。アルベリヒ、ヒルダは何者かに操られているのだ。何かと思えば、そんなことは百も承知よ。何？バルムングの剣を手に入れ、ヒルダに代わってこのアルベリッヒ様が地上を支配するのだ。本来命を懸けても守らなければならないヒルダを倒そうなどと、お前などにバルムングの剣を渡してたまるか。自らクロスを脱ぎ捨てるとは、潔く敗北を認めたようだな。人思いに聖夜の墓標の隣で眠れ、アメジストシールド。アルベリッシ、破れたい。何？ネイチャーユニティとアメジストシールド、二つの技は同時には打てまい。技と盾を外せばお前はアメジストシールドを打ってくる。その一瞬に俺は全てをかけたのだ。くそ、この俺を測るとは。アルベリヒは？せいや。マリさん、マリさん、一緒に行こう。マリンさんを置いていくわけにはいかないよ。
セイヤ、いつまで子供のようなこと言ってるんだよ。さあ、早くお行き。マリーさん、分かったよ。ヒョウガ、シリューがアルベリッヒを倒してくれた。オーディン・サファイアもこれで4つになった。シリューが、それでシリューは、後から必ず追いつくから先に行けと。シリュー、